ジャック様、お帰りなさい。王様がお待ちです。お疲れとは思いますが、まず報告を。ジャックさん、お疲れ様です。あれ、お仲間が増えてますね。そのお美しい方はどこのお方でしょう。あれ、もう神殿から戻ったの？ああ、でもみんなカオスを倒したって感じじゃないね。お、戦士様の凱旋か。あんたらがきっちり魔物を討伐してくれりゃ、そんだけ俺たちの暮らしに光が差して楽になるわけだな。おや、おかえり。ご苦労さん。お城に報告に行くんだろ。失礼のないようにね。ジャック、おかえり。ねえねえ、カオスってどんなやつだった？やっぱりこの世の悪を集めたような化け物なんだろうね。怖いわ。おう、生きて戻ってきたみてえだな。どうだ、カオスはいたか？まあ、いなかったろうな。結局のところ、カオスなんかより闇そのものを何とかしねえといけねえんだ。お、ジャックの旦那、あの神殿から無事に帰ってくるなんて、さすがだな。なあ、ネオン、ガーランドという騎士を知っているか？いや、知らない。あんたを見たときガーランドかと思ったんだ。鎧や仮面が聞いた通りだったから。私はあの闇の中でカオスになりたいと祈った。その後のことは覚えていない。なあ、ガーランドのことを思い出したぞ。セイラ姫から聞いたことがある。夢に出てくる騎士だろ。夢？私はそう聞いた。困ったお姫様だ。なあ、ガーランドのことを思い出したぞ。セイラ姫から聞いたことがある。ジャックさん、神殿へ行くんですよね。自分は皆さんの旅の安全を願ってここで待っております。です。
忘れてた。街はこうだったよな。え、あんたもすぐ忘れる体質？体質？そうかもな。俺たちもいろんなことを忘れちゃう。類稀な戦闘力の代償だと思う。カオスに挑む者に世間のしがらみは邪魔になる。つまり忘却は慈悲だ。へえ、誰の？私たちがあれこれ忘れてしまうこと、そもそも記憶がないとか、これは誰の慈悲だ？さあ、忘れた。なあネオン、あんたがここへ来たのはいつだ？あれは10年前のような、昨日のような。と、大体以上です。カオスはいなかった。おじけづき逃げ帰ってきたのではなかろうな。時にそこの娘よ、お前もクリスタルを持っているのか？一度お目にかかっているはずです。まあよい、四人ともクリスタルを持っているのだな。漆黒だがな。ついに光の戦士が揃ったか。そなたらを光の戦士と見込んで、ルカーンの予言のすべてを伝えよう。すべて？この世暗黒に染まりし時、四人の光の戦士現れん。戦士たちは光のかけらを携え、闇に覆われし四つのクリスタルに輝きを取り戻さん。この世界には四つのクリスタルがある。火、土、風、水の四つだ。そのクリスタルが闇に覆われた結果、火は暴れ、風は止み、海はよどんで、大地は腐った。民の心も混沌の闇に飲まれてしまったようだ。俺たちにクリスタルを覆う闇を何とかしてこいということか。ああ、引き受けてくれるな。カオス討伐はどうなる？全てのクリスタルが輝きを取り戻したときに、お前たちはカオスを倒したと胸を張ることができるのではなかろうか。おうや、それはカオスはいないという意味か。古来より伝わるカオスなる怪物の逸話、それは一つの希望だ。カオスを倒せば平穏が訪れるという希望。そう、カオスなどどこにもいない。しかし新たな希望が今ここに、こうしてしっかりと存在する諸君がいる。ああ、なんと力強い希望だろうか。ジャック、アッシュ、ジェド、ネオン、この世界を混沌の闇から救ってくれ。今後のことは私から説明しよう。
皆様、どうかご無事で。クリスタルの祝福を。ありがとうございます。時にセイラ様、カオス神殿にガーランドらしき人物はいませんでした。そうですか。つまりどこか他の場所にいるのではないでしょうか。気休めですがね。いいえ、希望です。失礼ながらセイラ様、ガーランド教とのご関係は？ああ、なるほど。皆様、どうかご無事で。クリスタルの祝福を。クリスタルの祝福を。クリスタルの祝福を。おい、ジャック、大臣の話を聞かないと。頼んだぞ、光の戦士たちよ、我らの希望よ。君たちが闇から解放すべきクリスタルの所在だが、まず北の端から大陸へ渡り、プラボカへ行け。そして監督官のソンヌ長官を訪ねる。ラボカは船乗りの町だ。彼らは王の支援を受けてクリスタルを探している。目星はついたとの報告を受けている。ジャックの旦那、神殿から帰ってきたばっかだろ。大臣が宿代払ってくれてるんだが、うちで休んでくかい？うん、それがいい。そして探検の旅が始まった、そして探求の旅が始まった、
ジャック様、プラボカは北の橋を渡った先です。どうかお気をつけて、戦士たちにクリスタルの祝福を。ジャックさん、アッシュさん、ジェドさん、ネオンさん、戦士たちにクリスタルの祝福をです。ジャックさんたちが光の戦士になるってこと？確かに4人いるもんね。なるほど、あなたが最後の一人なんだ。うん、納得。雰囲気が違うなって思ってたんだ。ジャックさんたちが光の戦士になるってこと？兵士たちが噂してたよ。あんたらが予言の戦士だってな。まあ光だろうとなんだっていいわ。俺たちの生活を楽にしてくれよ。楽しみに待ってるぜ。私は光の主婦やってうちを守ってんだから、戦士様は世界を守っとくれよ。光の戦士だなんてただのおとぎ話だと思ってたけど、ジャックが光の戦士になるかもしれないのね。預言者ルカーンのやつが言ってたのは本当なんだな。嘘くせえって思ってたが、ジャックを見ていると光の戦士ってのは信じられる気がするよ。そして探求の旅は始まった。4人の若者は光の戦士として自らに与えられた使命の大きさと待ち受ける波乱の運命にめまいさえ覚えるのであった。その意味さえ知らずに4人が持つ4つのクリスタル、遥か昔その中に輝きが宿っていたという。さあ旅立つのだ。この世界を覆う暗黒を振り払い、平和の光を再びこの地に。あれ、俺たち嫌われてる？城から来たんだろ。だったら父さんの仇だ。父親はどうした？王様の命令でクリスタルを探しに行って海で死んだんだ。それは俺たちではなくカオスの仕業だ。王様にも責任はあるだろうが、本当に悪いのはカオスだ。そうだけど、俺たちはそのカオスを倒しに来た。コーネリア中の親を亡くした子供たちに代わって親の仇を討つためにね。ジャックも何か言ってやれ。サンヌ長官はどこだ？長官も死んだよ。今はビッケ船長がまとめ役なんだ。どこにいる？向こうにある洞窟のその奥。
ジャック様、クリスタルの祝福を。ジャックさん、クリスタルの祝福を。プラボカは港町よ。コーネリアの南にも港はあるんだけど、今は閉鎖中だから船は使えないの。光の戦士様がうまいことやってくれると信じて、俺は畑仕事に励むかね。子供たちが光の戦士ごっこだってあんたたちの真似をするようになったのよ。でも顔がまるで悪人なの。間違いなくジャックの真似よね。ジャック、怪我してないかい？光の戦士だからって言って無理しちゃダメだよ。フラボカから来たやつに聞いたんだが、黒服の男とつるむようになってから海賊連中は見たことのない船やら武器を使い出したらしい。